1977年の改正駅と、周囲約500メートル範囲。左下が、円軽方面。千鳥状の端式ホーム2面2線のみが残されている。かつては駅裏に副本線とストックヤードを持っており、さらに駅舎横の両側に引き込み線を持っていたが、すでに撤去されているか、草に覆われているようである。戦後間もなくの頃は、木材が望みされていたこともあったが、 1961年というかなり、早い時期に、貨物扱いをやめている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成改正駅は、北海道門別郡上雄別町あざかいさかに、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道名よろ本線の駅である。旧上雄別町で最も長い歴史を持つ駅で、 あったが、名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。改正は、所在地の集落から取ったものである。地名は、集落北の優別川に架橋された、改正橋の名に由来する。旧駅名の、車名淵は、現在の改正地区の南方、縁軽町と優別町の町境付近を流れる。 雄別川の支流、現在の砂渕川に由来する地名で、上流部の縁軽町川では、現在も地名として用いられている。アイネ語由来であるが小説あり、一説には、サンナイプトゥカラとされている。これは、現在の砂渕川がかつては、サンナイと呼ばれ、現在の海西地区にある川口を、そのように呼んだのではないか、という解釈によるものである。この他は、 サナプトに由来するとした説もある。なお、解明の経緯について、駅名の起源では各種の事情によりとしている。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。国鉄時代末期に完全無人化されるまでは、 短式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。短式1面1線を千鳥式に配置し、駅舎側から降り2番線ホーム、線路、上り1番線ホーム、線路の順の配線となっていた。互いのホームは、駅舎側ホーム南側と、外側ホーム北側を結んだ、構内踏切で連絡していた。その他、1番線の名寄方から分岐し、 エンガルへ戻る形の行き止まりの側線を一線有していた。ホーム前後の線路は点鉄つきの名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は構内の東側に位置し、ホームに接していた。駅構内跡は、エンガルが開け制市街地再整備で、宅地や町道となり、門別方は空き地となって、 防雪林が残されている。2009年の改正地区回帰100年を前に2006年11月、改正自治会が黒三陰関西の名寄本線改正駅跡,跡の日を混流した。円る方には長らく国道242号の改正古線橋が残り、路盤跡を転用した市街地内の町道と立体交差していたが、 北海道開発局が2012年5月から10月にかけて国道の改正湖線端切り下げ工事を実施したため撤去された。ありがとうございます。